長崎の今をしかとご覧あれ。身近な長崎。長崎俵物の令和5年度の新規認定商品が決定したわよ。長崎で水揚げされた新鮮な原料を使ったこだわりの水産加工品だからとっても美味しいですよね。そんな長崎俵物の歴史を見てみましょう。長崎俵物は長崎らしさを生かした長崎ブランドの水産加工品です。その歴史は古く、鎖国されていた江戸時代に遡ります。当時、俵に詰めた品質の高い海産物が長崎から海外に向けて出荷され、長崎俵物として好評を博していました。その歴史にちなんで、現在県が認定しているのがブランド水産加工品長崎俵物で、毎年認定委員会を開き、原料や加工技術、味など厳しい審査基準をクリアした商品だけが選ばれます。今年度の認定委員会の審査を経て、37業者の103商品が認定されています。認定委員会の様子を見てみよう。ドイルさん。はい、ドイルだよ。令和5年度の長崎俵物認定委員会が行われています。学識経験者や加工業者、流通業界の専門家たちが一つ一つ厳しくチェックしているよ。私の場合は、いわゆる外観ですね、パッケージ、そして中身が、一致しているかどうか、あるいは食べた時のその瞬間の食感、これはすごく大切にしております。長崎は水産県であって、その中でも四季折々いろんな魚が取れるというのが特徴なんですね。しかも鮮魚の水揚げが多いんで、鮮度のいい原料を使えるというのが長崎俵物のまず一番の特徴かなと思う。今年度は10品が認定されました。今回は新規認定商品の一つ、アジフライの製造現場を訪ねてみよう。松浦市の日本遠洋巻網漁業協同組合、アジフライに使用しているのは松浦港で水揚げされた天然のマアジです。さすがアジの水揚げ量日本一の町だね。アジフライのこだわりを教えてください。うちのアジフライは魚市場に隣接する加工場で、水揚げ後すぐに加工しているので鮮度が抜群で風味が格別です。アジ本来の旨味を引き出すために衣を薄くしているのがポイントでして、食べ応えと味わい深さを実現しました。揚げたてはカリッと歯触りのいい衣に、ふわっふわで肉厚な身。自宅でいつでも美味しいアジフライが楽しめるなんて最高だね。長崎俵物に認定されると、県内外のアンテナショップなどで販売してもらえるので、より多くの方に松浦のアジフライの魅力を知ってもらえるチャンスだと思い申請しました。長崎松浦から日本全国、そして世界に知られるような水産加工品をお届けしていきたいです。長崎県が誇る長崎俵物をぜひご活用ください。長崎俵物は長崎空港や長崎県物産館などで販売しています。長崎県水産加工振興協会のウェブサイトでも購入できますよ。贈り物には長崎俵物を選んでほしか。鹿だけに。